国サッカー協会さん壊れる予選ラウンドが私たちのワールドカップだ。ワールドカップ予選は各組2位以内に入ればストレートイン。3、4位の場合は4次予選プレイオフへ進んで出場チケットが与えられる。中国の指揮官ブランコ・イバンコビッチは我々の目標は4位以内に入ってプレイオフに進み、ワールドカップへ出場する希望をつなぐことと話しており、次のインドネシア戦からが本当の戦いだと主張した。だが中国サッカー協会の内部では早くも本大会出場を絶望視している人も少なくはないようだ。英氏ザ・ガーディアンによれば、オーストラリア戦の前に中国のサッカー協会のある関係者が、私たちはワールドカップに出場できないだろうととろ。今回の予選ラウンドが私たちのワールドカップだと話しており、一部ではすでに諦めムードが漂っていることを明かした。中国ってサッカー人気高いみたいだけど、サッカーに向いてないんだと思う。オーストラリア、サウジアラビア、日本相手の3連敗なんだから、別に驚きでもないだろうに。最終予選にギリギリで通ったのに思い上がってない？次のインドネシアに負けるとモチベーションが落ちて一気にボーナスステージに変わりそう。諦めるのはまだ早い。中国は最初の3試合が日本、サウジ、オーストラリアと上位の3カ国相手だったので3連敗は想定の範囲内。まだ4位なら十分チャンスあるのに保険をかけて責任逃れしてるだけでしょ。でも内部からこんな声が出るくらいだとそのチャンスもなくなってしまうかな。日本を除いて6試合で計算するんだ。現実的には滑り込み4位を狙うべしでないと何のために出場枠増やしたんだよと、FIFAあたりの幹部は呆れてるよ。そんなの始まる前からわかってたろ。それでも希望を捨てずに頑張る国ばかりじゃないか。中国協会は普通に考えて真面目に強化しろよ。中国をダブルカップに出させるためにFIFAはヨーロッパの不評を買ってまでアジア枠を増やしたのにね。これだけ枠が広がると簡単に出られるという目論みだったとは思うがな。ワールドカップは本戦含め試合数増えるし、かなり過酷なものになるやろな。元よりバーレーンとインドネシアでの4位争い想定やろ。